東武動物公園ライオン飼育担当の熊谷秀樹です。おあ、すごいですね、この奥行きが。なんか本当にここにいるみたいな。もうほとんど変わらないですね、いるのと。オスライオン、あ、オスライオン、オスのたてがみがまた立派ですね、これ。今度はじゃあ餌を、動物園では馬肉をあげてるんです。これ馬肉かな。お、両手で押さえて美味しそうに食べてますね。なんかうちの本当にストームと同じ食べ方。さあ今度は写真をちょっと撮ってみたいと思います。やっぱりオスライオンの方がいいかな。お、すごいあくびを。ベストショット達成。よし、じゃもう一枚ぐらいいこうかな。いや、もう何がすごいって、この 3D の臨場感がやっぱすごい。同じその地面にっていうか、同じ空気の中にいるみたいな、そういう感じが出てて、これはもうすごいびっくりしました。なんかこう飼育係なんですけれども、飼育係じゃなくて一般のお客さんみたいな気持ちで、なんかライオンを逆に見れたかなっていう、そういうふうな気がしてよかったです。